何なの？ルミコ！ごめんなさいね。あなたのお母さんのご主人様たち、みんな死んじゃったわ。それにしても母親なんて脆いものね。回して干潮してやったら、夫も家庭もすべて捨てるってすぐに誓ったの。夫との生活、娘たちとの関係、人なんて守らなければならないものが多いほど脆いものね。私なんて何もないの。ないから強いの。違う。何がよ。私今一つだけ分かったわ。人は守るものがあるからこそ強くなれるって。私ずっと逃げようとしていた。でもどこにも逃げられないって分かって、今度は母さんやミクだけでも守らなきゃって、そう思ったら少しだけ勇気が湧いてきたの。きっとそれは。あなたのバージン、どうして奪わなかったのかわかるかしら。女としての喜びを知らないままにね。殺してやろうと思ったからよ。あや、あなた、ルミコ、もうやめましょう。ダメよ、死ぬしかないの。分かったから、復讐したところで元には戻れないわ。私が失ったものみんな返して。大丈夫、もう一度探そう。今度は私も一緒だから。どこまでも一緒だから。アスカ、ごめんね。なんで謝るの。アヤ、何のことかわからないわ。本当にごめんね。アヤ！結局アヤと話したのはそれが最後だった。事件が発覚し、人々が押し寄せるまでのわずかの間に、アヤたちは姿を消し、行方は用として知れなかった。三宅先生との件で珠美は学校を去ったが、私たちの方は高司さんのお父様の力で事件が表沙汰になることもなく、今までと何ら変わらない生活に戻った。上村君との恋はしばらく続いたものの、結婚式を迎えたのは別の相手だった。全ては終わったなどと思い込んでいた。いや、思い込もうとしていた。やはり控室の方にはいらっしゃらなかったわ。あの子ったらどこへ行ったのかしら。